本題もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、本日の動画なんですけどこちらでございます。 OM デジタル OM デジタルソリューション10はぁ、あ、なにこっちが耐えれない。こっちが笑っちゃうしーOM デジタルソリューションズ株式会社さんから昨年出ました OM システムのフラッグシップモデル OM1、はい、こちらをですねしばらくお借りしまして様々なシーンで使ってまいりました。特にですね野外であったりアウトドアシーンにもってこいのカメラだなと思いましたので本日はこちらを紹介していきます。ちなみになんですけども人生初のマイクロフォーサーズでございます。皆さん OM システムと聞いてあれカメラメーカーにそんなブランドあったかなと、はい、疑問に思われた方もいるかもしれません。皆様ご存知のオリンパス、そちらのですねカメラ部門が OM デジタルソリューションズ株式会社に移行しましてその後に発表されたブランドでございます。もともとオリンパスはカメラの長い歴史と高品質のミラーレスカメラそしてレンズを提供しているんですけどもその素晴らしい技術を継承して特にですねセンサーをマイクロフォーサーズを採用しているということで軽量かつコンパクトでありながら高解像度と優れた画質を実現しているブランドなんです。ミラーレスカメラの中でもセンサーサイズっていろいろあると思うんですけども、まあ、フルサイズであったり APS-C そしてこちらのですねマイクロフォーサーズ、まあ、こちらがね主流だとは思うんです。センサーの大きさによってやっぱりですね特徴も様々なんです。僕の中でですねセンサーサイズが大きければ大きいほどいいと思ってましたし、まあ、カメラといったらフルサイズってね思ってたんですよ。やっぱりですねセンサーサイズが小さいと暗所性が心配だなっていうね、はい、そんなイメージを持っておりました。でそれがですねこちらの、はい、OM1 を使ってそのイメージがガラリと変わりました。その性能面であったり革新的な技術というのは後ほどですね詳しく紹介していきたいと思います。でまずはですよ第一印象です。はい、第一印象めちゃくちゃ軽い。ボディの重量が 599g、 こちらはですね電池 SD カードを含む重さでございます。まあ、昨今ですねミラーレス化が進みまして、まあ、カメラのボディっていうのはね小さくなってきてるんですよ。フルサイズ機もですね APS-C 機もボディ自体はね軽くはなっているんですよ。ただですねフルサイズも APS-C もレンズはやっぱり重たいものが多いんですよ。まあ、僕の場合ですとアウトドアシーンで撮影したりするってことが結構多いですし自然の中で撮影するってことも多いんですね。その際やっぱりカメラバッグに機材を詰めて持っていくのでできたらですね重さは極力抑えたいっていうね希望があるんです。機材が重いとですねどうしても気軽に撮影に行くっていうことが難しくなりますし撮影に行くっていう場合でもですね腰が重たくなっちゃうんですよ。いい写真を撮るのってもちろんですね経験であったり知識そしてね技術も必要になってくると思うんですけども僕の中でやっぱりねどれだけシャッターを切ったかっていうのはねとても大事なポイントになってくると思います。 OM-1 そしてですねこちらの随行レンズこの組み合わせですとまあどこへでもね持っていけるなというね感想です。まあ、なのでその分ですねシャッターチャンスも増えますしいい写真を撮れるチャンスもね増えるんじゃないかなと思いました。というわけで外観を見ていきたいと思います。とても軽いんですが強靭なボディも兼ね揃えているんです。こちらの映像をご覧ください。はい、実験映像なんですけども優れた耐環境性能防塵防滴 IP53 ダストリダクション、いやこの防水性能半端ないっすよね。アウトドアで撮影する場合って、まあ、急に雨が降ってきたりとか水辺での撮影そしてね砂ぼこりが多いっていうところでもね撮影することがあるんですね。まあ、なのでカメラ自体にね非常に負荷がかかる状況が多いんです。でもいい写真を撮りたいってなってくるとどうするかというと攻めるしかないんです。はい、まあ攻めないといけない時もあるんですよ。まあ、でもねカメラってやっぱり高価ですし、まあ、大事なカメラなので壊したくないじゃないですか。となると撮影を躊躇してしまって大事なシャッターチャンスを逃してしまうっていうことがねあると思います。まあ、そんな中でですよこれだけ強靭なボディであれば安心して撮影ができますし壊れてしまうってね心配しながら撮るよりも撮影に集中できるんです。
あとはですね、僕がこう使っていく中でこれやっぱりいいなと思ったのは、ここのグリップ部分、このグリップが非常に握り込みが良くて安定した撮影をすることができました。あとは操作ボタンが豊富に用意されていますし、考えられたボタン配置なので撮影をよりスムーズにできるなという印象でございます。ボタンの割り当てもですね、カスタムすることができるので、まあ、そこもね、自由度高いなと思いました。あとはですね、映像撮影に大事なマイク端子であったりヘッドホン端子、あとは外部出力可能な HDMI 端子、SD カードスロットが2枚となっております。そして背面モニターはバリアングル液晶でございます。まあ、僕はですね、まあ、このように YouTube で配信してるので、はい、こういったねバリアングル液晶とっても便利なんです。でですよ、この OM は僕ねしばらく使っていて、これはねすごく驚かされたポイントがあるんですけども、強力な手ブレ補正でございます。まあ、センサーサイズが小さいとよりですね手ブレ補正っていうのには有利にはなるんですけども、速い動きのものを撮影する時であったりスローシャッターで撮影する場合、このね手ブレ補正大活躍してくれました。ちなみになんですけど、こちらの写真ご覧ください。成形写真、星の写真ですね。こちらの写真なんと手持ちで撮影してるんですよ。まあ、星の撮影されてる方、これね驚かれてると思うんですけども、通常星の撮影する時って三脚が必須になってくると思うんですね。まあ、そういったですね今までの概念ぶち破ってきました。はい、それほどですね見事な手ブレ補正、はい、搭載されております。まあ、正直ねここまで手ブレ補正効くって思ってなかったんで、びっくりしました。さて性能面も見ていきましょう。 OM システムの素晴らしい技術集結しております。まずはですね、先ほどもご説明している通り、センサーサイズはマイクロフォーサーズ、有効画素数が約2037万画素、利面照射積層型ライブモスセンサー搭載でございます。効率よく光を捉えることができたり、ダイナミックレンジが広く、なおかつですね解像度が高いのに暗所性に強いというね特徴がございます。従来の常用感度よりも2段階上がった ISO 25600まで対応しているそうで、最高でですね ISO 104000まで使用することができます。まあ実際ですね25600でしたらまあまあ使えるかなと思いますし、12800でしたら、まあ、十分ですねノイズが抑えられていますし、積極的にね使っていけるなと思いました。はい、こちらですね暗所性のテストで、はい、ISO25600 で撮影した写真でございます。そしてですねこちらが12800で撮った写真です。いかがでしょう。かなりですねノイズというのは抑えられてるんじゃないかなと思います。まあ、正直マイクロフォーサーズでここまでノイズが抑えられるもんなのかとね非常に驚いております。まあ、そんなですねモンスターエンジンが搭載されております。さて性能面はもちろんなんですけども、技術面も見ていきたいと思います。これがねすごいんです。今までですと一度撮った写真をパソコンに取り込んで編集して仕上げていた合成技術なんですけども、なんとですねこちらのカメラのみで合成をしてあげることができるんです。まあ、そういった技術、こちらの OM システムっていうのは非常に優れているんです。まあ、この OM1 って、まあ、先ほどもお伝えした通り有効画素数というのが約2037万画素なんですけども、通常ですね、まあ、SNS に上げるとか、まあ、写真サイズにプリントするんであればもちろんですね十分使える有効画素数なんです。まあ、とはいえですね、例えば大きなポスターに印刷してあげるとか、こう撮った後にですね写真をトリミングするってなるとやっぱりねちょっと粗さが出ちゃうんですね。でこのハイレゾショットっていうのはすごくて、はい、複数枚の写真を撮影しそれを瞬時に合成することで高画素の写真を生成してくれるんです。はい、こちらの三脚を使用して8枚合成することによって約ですね8000万画素の高解像度の写真を撮影することができます。はい、そしてなんと手持ちでもですねこちらのハイレゾショットを使うことができるんです。手持ちの場合ですと12枚の写真を合成して約5000万画素の写真を生成してくれます。いや、この手持ちで複数枚の写真を撮ってそれをその場で合成するってすごい技術だなって思いますよ。まあ、それが実現できるのってやっぱりこの高性能な手ブレ補正が搭載されてるからなんです。そしてこのハイレゾショット、なんとですねノイズ除去の技術も非常に高くて、まあ、通常で写真を撮るよりもノイズを抑えられて撮影することができるんです。
そしてですね、次の技術こちらなんですけども、スローシャッター効果を実現するライブ ND でございます。風景写真とか、まあ、幻想的な表現をしたい時に使うスローシャッターっていうね、写真の撮り方があるんですけども、まあ、スローシャッターって要するにシャッタースピードを遅くして撮るっていうねことなんですが、それをね日中撮影するとどうしてもね明るくなりすぎちゃうんですよ。その場合光を制御してあげるために ND フィルターっていうのをね使うんです。まあ、ただですね、このライブ ND を使うことによって、まあ、ND フィルターをつけていると同じ効果が得られるんですね。まあ、1枚の ND フィルター、されど1枚の ND フィルターでございます。持ち物が少しでも減ることってやっぱり僕は素敵なことだなと思いますし、まあ、忘れ物の心配もなくなるので、このねライブ ND 効果、僕はね非常に便利だなと思います。で、1枚だけではないんですよ。実はなんとですね、このライブ ND、 ND2 から ND64、 最大6段の現行効果が得られるんです。もちろんですね、 ND フィルターが悪いというわけではないんですけども、 ND フィルターをつけることによってどうしてもですね画質に影響が出てしまったり、ゴーストがですね出やすくなるっていうねデメリットもあるんです。このライブ ND もハイレゾショットと同じように複数枚の写真を合成する機能なんです。肉眼ではですね、なかなか見ることのできない表現ができる、こういった写真をですね撮るときに使います。これがですね非常に便利な機能なんですけども、このライブ ND を使ってさらにですね、シミュレーションっていうね機能がございまして、どのぐらいのシャッタースピードにすると、まあ、自分がこう思い描いた表現ができるのかっていうのをシミュレーションしてくれる技術なんです。はい、こちらなんですけども、シャッターを切る前にですね、ある程度のイメージができるとどうしてもですね無駄打ちが減るので、この技術もね非常に便利だなと思いました。まあ、こういったですね素晴らしい技術あるんですけども、僕はこちらの OMR はしばらく使っていて、やっぱりですねこれは素晴らしいなと思ったのが、素晴らしいオートフォーカス技術と連写性能、こちらを合わせることによって、まあ普段ではなかなか撮影できないような写真っていうのをね撮ることができます。はい、被写体に合わせたオートフォーカスをね選択できますし、もちろん人であったり鳥、乗り物などがですね選択することができます。これがですね本当にすごすぎる機能だなと思ったのが、こちらのプロキャプチャーという機能でございます。これどういう技術かと言いますと、シャッターをこう半押しするじゃないですか。そこから記録を始めるんですね。例えば鳥がこう飛び立つ瞬間に写真を撮るとしますよね。ただ飛び立った瞬間って見た瞬間に押すので、実際ドンピシャで撮るって非常に難しいんですよ。なのでこの技術があることによって、シャッターを切るよりもちょっと前からですね撮影してくれてるんですね。なので決定的瞬間っていうのを逃さずに撮影することができるんです。これすごい技術ですよね。はい、設定にもよるんですけども、まあ、オートフォーカスであったりオート露出、まあ、こちらをね固定にした場合、最大で120コマまで高速連写が可能となっております。僕正直反射神経ってあんまり良くないんで、決定的な瞬間っていうのはね逃しがちなんですよ。でもこの技術のおかげで素晴らしい写真を撮ることができるなと思いました。鳥だけではなくて速い動きの被写体を撮るっていう方にはね非常に重宝する技術だと思います。いや、だから風景写真であったり鳥の写真、あとまあスポーツであったり、まあ、そういったものを撮影するときにこの OM1 使われてる方が多いっていうのはね正直納得しました。僕もちろんですね写真も撮ることは多いんですけども、映像を撮るっていうこともね非常に多いんです。こちらの映像をご覧ください。いかがですかね、めちゃくちゃ綺麗でしょう。少し前にですね富士山行ってまいりまして、こちらの OM1 で映像を撮影してみました。はい、こちらはですね、先日沖縄に行ってまいりまして、そこでですね妻を撮影しております。まあ、こういった映像をですね撮影することができるんです。外部マイクもつけれますし、バリアングレクションですし、まあ、いわゆるですね Vlog っていうね撮影もしてあげることができます。で、動画性能で言いますと、なんとですね 4K60p で撮影することができるので、高画質で滑らかなスロー映像っていうのもね撮影することができます。またですね、こう色編集するときにとてもですね大事なことがあるんですけども、10ビット撮影ができるかどうかなんですが、こちらの OM1 10ビットで撮影してあげることができます。なおかつなんですけども、 H265 というですね低劣化ながら高圧縮のコーデックをですね採用していることによって、データ量というのもですね非常に抑えられます。この小さなボディにどれだけの技術が詰まっているのかと正直ねすごく感動しました。まあ、あとはですね、僕ファインダー結構覗いて写真撮ること多いんですけども、
ファインダーがねめちゃくちゃクリアなんですよ。あとは AF のですね即拠点っていうのが1035点ということでカバー率がなんと 100% でございます。なのでまあモニターの端っこなどもですねピントを合わせてあげることができるんですね。そして現在なんですけどもこちらの OM-1 ウィンターキャンペーン実施中ということでキャッシュバックもあるそうなのでぜひですね気になる方は下の概要欄をご覧ください。はい、そのわけで本日はこちらの OM-1 ご紹介させていただきました。最近山とか鳥とかね撮りたいなって思うんでこれはねいいカメラだな。はい、 X インスタグラムやってますので気軽にフォローしてください。ご意見ご感想ぜひですねコメント欄に残していただければと思います。そしてほいチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。いやー本当にすごい技術だな。